こんにちは、深瀬こよみです。あの日神隠しにあったり女児になっていたサニワの皆さん、お元気ですか？私は元気です。ということで体験版ですね。これ動画実況してもいいということだそうですので、やりたいと思います。刀剣乱舞無双、はい、初めからね。ああ、わかったぜ。自動攻撃、自動攻撃、回避、回避、必殺技。ああ、まあ簡単モード、通常、あ、こっちの方がいいな。どっちがいいんだろう。後で設定変えれるらしいからいいや。はい、西暦2205年、始まった。歴史の改変を目論む歴史修正主義者によって過去への攻撃が始まった。はい、懐かしい。時の政府はそれを阻止するため、サニワなるものを歴史の守りとした。はい、はい、サニワの物の心を霊気する技により、美しいね、動いてる。人の形を得て顕現する。その名も刀剣男子。彼らは時を遡り、時間素行軍を率いて歴史改変を目論む歴史修正主義者を討つべく戦いを繰り広げる。ラジオ。ご水か、三日月殿。ご水、夢でも見ていたかのような顔ですね。服着てる。お疲れなのだろう。少し休んでは。心配されてしまったか。何？本丸に敵がやってくる感じ？時間速攻軍。なぜ？ほんまや。はい。あ、カナスケ。直ちに戦闘態勢に入ってください。はい。強化開始します。あ、そんなお手みたいなシステムなの？レイジュ？村正、トンボ切り。今は始めよう。はい、始めよう。かっこいい、かっこいい。はいはいはい。会話ができます。あー、なるほどね。この3人からしか最初は選べないのかな。いや、おじいちゃんで。出陣か、わかった。あ、成功条件、失敗条件。あー、普通の無双と一緒だね。全員しばけばいいと。簡単ですね。敵、味方、マップも単純だね。あ、よし、やるぞ。ローディングかわいい。コンちゃん歩いてる。映画五剣が一つ、三日月宗近。行くぞ。チュートリアルだね。どうやら時間素行軍は本丸へ向かっているようだ。ああ、ログが見れると。はい、ジャンプボタンなかったね。三日月殿、村松。本丸のため一肌脱ぎましょう。はいはい、
L を倒すと移動。はいはいはい。あーダッシュ。うんうんうん。いや武装シリーズやるの久しぶりなんだよな。おいらっしゃったー。時間速攻軍よ先へ行かせはせん。えめっちゃモゴール。切りますよ。はい、Y 連続。うんうんうん。あ、強攻撃。あ、あれ強攻撃。あ、通常しかできないのか。天馬五軒の名にふさわしき強さですな。じじいと言っても今は止まらんよ。 OK。 うん、あ、敵を撃破せよと。あ、こ、あれ強攻撃は？消滅を確認。はい。ですが、まだ近くに敵の気配があるようです。はい。敷地内を回ってみますか。うん。その必要はありません。先導します。ついてきてください。ああ、優しい。ふんふんふん。あ、上で呼ぶことができる。うん。案内とはありがたい。うん。ついてくよ。敵おるね。軍の部隊を複数発見。うんうん。撃破してください。言われるまでもありません。あれ？強攻撃。はいはいはい。L を押すと、うんうん、カメラね。はいはいはい。また本丸で時間速攻軍とまみえようとは。強攻撃はできないんですけど。誰もかけさせはせん。はい。意外と操作感はいいな。お疲れ様でした。おや、あっさりと倒せてしまいましたね。連動の低い時間速攻軍だったのでしょうか。いや、変化したのは我らの方だな。へー、いつもより妙に体の動きが良い。ちょっとめたい発言にも聞こえるけどな。先ほど強化がどうのと言っていた。もしやあれのせいか。うん、うん、あ、意外とね操作感はいいな。あのこの CG の感じがちょっと一昔前だよねみたいな最初に言われてて。お疲れ様でした。うん。今後のため暫定的ではありますが、私近之助が部隊編成を決めます。この CG の感じから操作感いかがなものかなってちょっと心配してたのもあったんだけど、操作感全然爽快感あるな。第一部隊はサニワが定めていた通り、うん、ここにいる皆様、そして隊長は三日月宗近といたしましょう。はい。うん。待ってくれ近之助殿。まずこの状況を確かめることから始めたいのだが。政府は私たちの事情を知った上であなたをここに派遣したのでしょうか。事情？この本丸のサニワが長らく戻ってきていないことですか。それを隠し漂流していたことですか。え、ピクシブで読んだことあるよ。ブラック本丸って言うんでしょ。え、ブラック本丸なのここそのどちらもだ。え、サニはどこへ行ったの。どうやら隠していたつもりなのは俺たちだけか。なんと。ではずっと黙認されていたと。サニはいなかったら。しかしそれならなぜ今になって我らの前に。え、サニはいなかったらあの手直しとかどうすんの。時間速攻軍の襲撃に合わせたかのようにお出ましとはまさかと思いますが。まさかブラック本丸設定ここに出てくるとは思わなかったよ。他の刀剣男子はまだ応戦中のはず。うん。私はそちらに回ります。はい。え、ワイラは何すんの英語表記なの笑っちゃう。聞きたいことがたくさんあったのですがね。いや、政府が臭いって話ね。いや、好きだよそういうの。この事態本丸にとって好機となるか、それとも。うん。河川金貞、いちご一振り、はい、ナマズを東四郎、ヒューガ正宗、ここにいる皆様を
第二部隊に編成します。この中から次は操作ができるってことね。もう操作するのは誰か決めてます。なんだろう、一体。突然すぎますな。どういうことでしょう。はい。俺たちの手に何入れたんです。え、レジじゃないの。さあすぐに戦闘開始です。隊長は河川金貞、第二部隊の力を見せてください。取り付く島もなし。あ、河川たやん。リアリサの欠片も見当たらないな。だけれど、はい、迅速に型をつけさせてもらうよ。二度とこの本丸を壊されるわけにはいかないんでね。二度と、二度とって一回は壊されてんの。ええ、今残る15振り、全員の思いは一つでしょう。え、15振り以外はどうしたの。闇。必ず本丸を守りきる。もう誰も失わせない。意外と闇が深いのこのゲーム。今度こそ。やだ。うまくやろう。うわうわうわ、闇だ。うわ。いや。別に酔ってませんよ。普通にシュラフです。いや、この中から誰を操作するかってお話なんですけど、なんとこの中に最推しがいます。さあ誰かな、誰が最推しなのかな。はい、いちごひとふりさん、この方が私の最推しなんです。よし、操作できるんだ、楽しみ。やるよやるよ。はい、参りますって言った。はい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 。まあ基本用語はどうにでもなります。よし、1に行くぞ。支度は万全、行ってまいります。時間速攻軍は複数の部隊を出してきたか。え、ちょっと大変な戦いになりそうだね。え、心配はありません。そのために皆様に強化を施しました。はい、なるほど、さっきのは強化だったと。ではまとめて片付けてしまおうか。はい。あ、やっと強攻撃が使えるんだ。おうおうおう、なるほどね。じゃあ最後のコンボの最後でやるのがいいのかな。やったるぞ。一人やったりやったり。今の技見ました。俺びっくりしちゃいました。なんか強い強いの。なるほど、この力があれば敵が多くても十分最高だ。いやおとなしく首を差し出してもらう。河川タヤも好き。初期と私河川さんだったんですよ。R? ん、複数のん R をしながら、はあはあはあ、直撃前方範囲打ち上げ、スマブラっぽい感じ。打ち上げちゃった。他のボタンも使いたいんだけどな。おお、なるほどね。楽しいね、この強攻撃を使い分けられる感じ。回避とか、うるさい。あれ、後ろの方もなんかあったな。オッケー。
あ、他の任務が終わりました。他の YB 使えなかったな。あ、かっこいい、かっこいい、かっこいい。いや、かっこいい。1212。はい。いや、12のどこが好きかって、まず王子様っぽい見た目が、私王子様っぽいキャラがちょっとね恥ずかしながら大好きなんですよ。でも12ってそれだけじゃなくて、あの性格がね、性格がロイヤルな割に派手好きとか、結構性格悪そうなんだよな。不満はありませんがとか、あの公式で言うんだけど、その割に不満タラタラみたいな顔すんのよ。まあ、そういうところがね、すごっ。うん、全て倒せたね。みんな無事でよかったよ。うん、しかし時間素行軍の襲撃と同時にコンマスケが現れると、それよりも今は他の仲間が心配だな。探しに行きましょう。うん、ああ、これで終わりだとは到底思えないからね。いや、河川さんも使いたかったけどな。この舞台ごとに使えるキャラが体験できるって感じなのかな？発売楽しみだな。早くやりたいな。お、来たな。なるほど。すべて切る。この怒りをぶつけなければ気が済まない。ヘッシー、ヘッシー。その思い、俺こそが抱えるべきものだ。俺がすべて薙ぎ払う。うん、この薙刀はこの人しか実装されてないんだよね。気持ちはわかるが、熱くなりすぎるなよ。本丸の防衛が優先だ。その通りです。敵は多数、冷静に対処。うん、ニキすごい、コンノスケの喋り方はすごいあれだね、事務的だね。コンノスケ、お前どこから。うん、失礼ながら皆様に強化を施しました。どうぞお確かめください。なんか闇が深いんだよな。ここにいる皆様を第三部隊に編成します。隊長はヘシキリ長谷部。さあ、力を発揮してください。はい。面白い。ヘシもいいよな。ヘシも好きなんだよな。ねえ、中堅と思わせといて、実はもうね、あのね、狂犬な感じ好きですね。ということで、ヘシ使います。楽しみだね。主に捧げるための戦を。でもヘシか、今までは、タチとタチだったんだよな。あれかな、リーチ短いのかな。まあ戦い方はいろいろあるよな。我が力は主のために振るう、それだけだ。え、今見た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 。今さ、目がさ、カッて開くとこ見た。さーて、やば、始めるか。あ、やばい、なんかで、あ、隊長がいる。うん、奴は他の時間素行軍よりも生き抜いて手強そうだ。うん、だからなんだ、常に視界に入れ警戒すればいいだけだ。なるほどね。え、回避の案内は、え、ロックオン、あなる、ロックオンの切り替え、はい。設定で自動ロックオン機能を解除できます。あ、打ち上げる。お前から芝居たるわ。かっこいい、かっこいい。時には引いて火を伺うのも大事だぜ。え、回避、あ、はい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 、華麗に回避しましょう。え、強敵の中には範囲の広い攻撃を行う敵もいます。え、マジか。いや、ちゃうのちゃうの。お、オッケー。体は温まる。うんうん。はい。あ、大事だ。あ。何？
ないって、そんなさ、いきなりできなくない？あ、そんな反射的なこと、打ち上げてからの大技叩き込んだろ。よし、新手が来たよ。え、敵が何であれ切るだけだ。奴らも片付けるぞ。いや、ヘシの攻撃モーションかっこいいな。前方に回避しながら、あ、なるほど。俺たちの本丸を襲ったり、後悔せず。はい。この本丸は壊させぬ。打ち上げてからの叩き込みや。え、わい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 。わい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 。え、わい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 。はい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 。ほうほう、一方的にリリカはできます。おっしゃ。レンダー得意よ。おお、なるほど、こんな要素もあるんだ、楽しいね。はいはいはい、次ね、楽しいよ。あれ、経験値引く。時間速攻軍の消滅を確認した。何今の手のククって。終了だ。はい、いや、まだだ。本丸の他の場所にも奴らが来ているはず。うん、だから熱くなるなって、そっちはきっと他のみんながなんとかするさ。2期なんだよな、2期なんだよな、半ズボン2期。ここにいる皆様を第4部隊に編成します。隊長は鶴丸国長に命じます。来たな、第4部隊来たな。おっと、こりゃ驚きだ。紺之助じゃないか。しっかり時間速攻軍に囲まれてるみたいだね。どうやってここの本丸の場所を探し当てたのかな。かっこいい。今重要なのはそこではありません。時間速攻軍と戦い殲滅してください。いや、重要じゃないかもしれないけど、そこ濁すのちょっと臭いな。なんなんだこの手は。くそ。強化文様です。皆様の適応力を見せてください。そろそろ試したいこともありますし。え、この本丸さ、サニはいないからってちょっと実験に使われてない？この本丸の場所リークしたの政府じゃない？臭くない？臭いよ。ふざける。まあまあ、カラちゃん、気持ちはわかるけどね。敵が近い、ここはやるしかなさそうかな。うん、任せておけ。驚きの結果をもたらそう。まつげ白い、まつげ白い。なるほど、伊達組だね。ふん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 。ここはね、鶴丸さんなんですよ。さっき1、2が最推しだって言ったけど、鶴丸さんもね、大好きなんだよね。あの、粘土ロ持ってますよ。先陣切って空気をつかむぜ。あー、かっこいい。楽しみだね。よし、やるぞ。驚きの結果をもたらそうじゃないか。それじゃ驚いてもらおうか。はい、さあ、大舞台の始まりだぜ。あ、かっこいい、かっこいい。こりゃまた団体さんのお出ましだな。はい、久しぶりの戦闘だ、鶴さん。カラちゃん、油断せずに行こう。油断せずに行こう。俺一人でも十分だ。すぐぼっち。おら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 。驚くほど体が軽いな。うんうんうん。頑張れば飛べるんじゃないか。あ、なるほど。おお。また時間速攻軍が現れた。一緒に行けるかい？あっちだね。引かれるまでもない。こっちか。もたもたしていたら置いていくぞ。あ、置いてかないで。打ち上げても、今さら襲撃くらいじゃ驚かないさ。ただな、紺之助が来たとな。何、紺之助なんかある？ああ、まだ敵は大丈夫だな。今の数ばかり、そろそろと。今の鶴丸さんの着地の仕方が美しかったな。いいな、着物がふわっとさ、いいな、いいな。ちょっとこの数はまずい。
紺之助が試したいことがあるって言ってたのは何だろう。妖精を承認、あ、必殺技を解放します。力を解き放ち敵集団を撃破してください。ふん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 。新しい力かい。そいつはいい驚きがありそうだ。A ボタン、あ、A ボタンね。ほうほうほう。お前もまず。あ、あ、ごめん。さて、ちょっと遊ぶか。負けるわけにはいかないよな。驚きも何もないから、何仕事するんだ。さて、次はどんな驚きが待っているかな。すごい、普通に言葉を失った。かっこいい。なんだ今の。あの、攻撃範囲、敵をどれだけ巻き込めてるかとかちょっと分かりにくかったけど、めちゃめちゃかっこいいな。やば。これ他のギャラの必殺技見たいよ。必殺技の発動を確認。問題はないようですね。おい、一体なんだ今のは。かっこいい。どうやら僕らに施されたのは単なる強化じゃなかったみたいだね。こんな力が必要な事態ってことか。どうやら退屈しないで済みそうだ。鶴丸さんのこの強キャラ感っていうのかな、もう好きなんだよな。すごい見た目はさ、腰とか細くてさ、もう全体的に華奢な感じがするんだけど、この強キャラ感よ。スコですね。スコッティや、スコッティ。変則的ですが、2名を第5部隊に編成します。すぐに交戦に移ってください。そっか、第5部隊もあるか。これで終わりかなとかちょっと思ってたけど、そっかそっか。おい、なんだこれは。へえ、笑えるね。この不自然な状況、うまく仕組まれているようじゃないか。やっぱ臭いよね。チョギもそう思うよね。隊長は山ばぎり国広に任じます。まして偽物くんが隊長とは、馬鹿げた話だ。まあいい、今は戦おうか。いやー、これ公式やったな。分かってんな、需要。どうせ政府も紺之助を通じて知るはずだ。ご期待には応えなければね。うん。行くしかないか。そうだね、そうだね、そうだね。迷うね、迷うね。あの、二人とも好きなんだよな、な。でも、ごめん、私、長儀なんだ。長儀が見たいんだ。長儀。俺か。頑張ろうね。いや、長儀がさ、この間の他の方の実況を拝見してて知ったんだけど、ゼルダの声なのよね。びっくりだよね。今まで知らなかったよ。でーとかやるかな。回転切りやるっぽいよね。切って捨てればいいだけだ。お美しい、お美しい。それにしてもまたお前が隊長とはいい。とにかく時間疎行軍を倒して本丸に戻るぞ。うん。あー、ここ特になんか何もない感じか。まあ、その頼りない言動では。あれ、なんかでっかい攻撃してる人いますね。誰ですか、でっかい攻撃してんの。敵を倒す速さでも競う。あ、ほうほう。くだらないな。こっちでいいんだよね。この辺りの時間疎行軍は倒せたか。うんうん。本丸が心配だ。早く戻らなきゃ。ちょおお、おい、すんなりと返してもらえないよ。なんか力ためよるやつ、オールド。
し。何ですか。まったく数ばかり揃えて手間をかけさせてくれる。こっち二人なんですけど、そういうのやめません。こちらは終わったぞ。必要なら手を貸すわ。煽るね煽るね。仕方ない。俺の足を引っ張るなよ偽物くん。バディ。おー、はい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 。なるほど。俺だけで戦っている。力が発揮できている気がする。安心している場合か。早く敵を片付けるぞ。ヤクビだ。散策中にお前と出くわした。ついていないと思っている。文句を言うなら早く終わらせればいい。俺もそうしよう。あ、必殺技とか使いたいんですけど。おお、あと一人ですね。おい、バカだね。後ろがガラキだ。えい、あれ必殺技でも使えなかったな。ふんふんふん。あ、絆なんてものがあるんだ。うん。ひとまず時間素行軍は撃退できたか。隊長より活躍してしまったかな。かわいいな、こういうところがかわいいんだよな。無事に終わったならいい。皆と合流しよう。はい。あ、体験版ってどこまでできるんだろう。こんなところかな。あ、三日月。皆さん無事で何よりです。見事な成果、想像以上でしたね。改めまして、私は紺之助。この度配属になりました。時の政府はこの本丸をずっと観察してきました。各部隊の対応および戦闘結果を確認。その上で皆様を強襲調査の出陣対象に認めます。強襲調査。まずは実戦にて判断します。第5部隊ヤマンバギリ国広ヤマンバギリ町議出陣を。なんだと。へえ、話を聞く価値はあるか。いいな。問題ない。報告を待ってくれるかな。楽しいな楽しいな。なるほど、ここまでですね。ああ、めっちゃ楽しかった。あ、ちょっとね、覚える操作が多いけど、まあ割と感覚的には操作できるかなって感じするし、敵を切ってる感じももっさり感もないし、そうだね、楽しかったね。なんかストーリーもさ、ストーリーどうなのかなって。こう無双シリーズって私三国無双とかしかほぼやったことないんですけど、ストーリーってストーリーそこまでないけど、この無双はなんだかストーリーがとてもきな臭いというか、ブラック本丸というか闇の匂いがしますね。闇のオタクとしてはちょっと気になる感じですね。早く発売日、楽しみだね。まあ、発売してから本編をまあ、実況でやるかどうかはまだ考えてないんだけど、ちょっとねやろうと思ってるゲーム実は、まあ、2個ぐらい、ここだけの話ですがあるので、そっち撮ってたらこれ配信できるかなっていう感じで、まあ、でも楽しかった、本当にいいよ。で、多分私普通モードでやってるから、これだけちょっと操作覚えるの多いなって若干感じてるけど、普段ゲームしない人は優しいモードでやればビビビビューンって攻撃が多少出やすいんじゃないかなって思います。いいと思う、楽しいよ。よし、じゃあこんなところで終わりたいと思います。他の動画でも出会えたらいいですね。じゃあお疲れ様でした。バイバーイ。